絶好調に。おはようございます。今日の鴨明さんのお題はニックネームの由来。ニックネームの由来はあとニコニコアットマークニコニコ25番アットマークマトちゃんやったかな、マトちゃんやったかな、なんでマトちゃんやったかなっていうと、もう今ニコニコアットマークマトちゃん、その25番を入れてないんでね、一番最初25番を入れてたので、会員番号ですね。25番ってすごい、なんか俺の誕生日が25日ですからね。でニコニコでね、25で、なんか語呂合わせもいいし、2525っていうなんか数字はなんか意味があるんでしょうね。で由来は由来はちっちゃい頃のなんか親戚とかね、そう親戚の人たちからの呼ばれ方がマトちゃんやったんですよ。まあ兄弟とかね、あれは何マサトって呼ばれてましたけどね。で小学校の時にちょっと一時期マッコってなんか恥ずかしい、マッコって呼ばれてたんですよ、マサトなのに。でマッコとマトちゃんどっちにしようかなと思ったんやけど、マトちゃんの方がなんか呼びやすいかなと、みんなからね呼ばれやすいかなと思って、マトちゃんにしました。で今こうひとりさんとこ行ってもこういうなんかのグループでニックネームって言われた時にマトちゃんって言うとみんなマトちゃんってなんか呼んで呼ばれやすい、呼びやすいんかなみたいな感じはあるので、はい、マトちゃんです。OK。 で昨日はね、何だっけ、そう緊急事態宣言、やっぱなんだかんだ言いながら、ほんで豊前市で3人出たんですかね昨日。豊前市の人口割合で3人ってね、やっぱすごい確率らしいですよ。まあまあ、ただでもうみんな不安があるのももうしょうがないし、もうとにかくもう、はいはいって、とにかく笑顔でいることなんやけど、まあ、対応が早くなってますよね。早くこうその出た人たちの周りの環境とかクラスターがになってないかとか、感染、ね、経路とかそういうのを把握するのがめっちゃ早くなってるから、もう去年の今頃はもう完璧にね、バーンってもう閉鎖でしたからね、何もかもが。でそんなん考えても、もうとにかくこのコロナにみんなが改心してコロナがもうねみんな気づいたんならいいやって、収まってくれる流れなんかなって去年は思いよったんやけども、そんなんじゃないみたい。もうやっぱもう全然人の流れは変わらんしね。夜とか、まあ昨日本当だからほとんど誰も来なかったんですよ、キックボクシングね教室。やっぱ公民館もなんだかんだ言いながらやっぱ少ないですよ。で少ない、でもその買い物とかね、なんだかんだ言っていろんなとこ行って、やっぱ買い物とかそんな人の流れとかも全然変わんないんですよね。でテレビとか見よってもちょろっと見よったら、その自粛しろっつってもやっぱ行かないといけないところはあるし、テレビとか見ててもやっぱりこう大相撲もねお客を入れ出したし、スポーツ関係は特にオリンピックをやるからやっぱそこには人行くしね。なんかこう、でソーシャルディスタンス1メーター2メーターって言ったのが1メーターか2メーターなのに、椅子に座るのは1個飛ばしぐらいで座るわけじゃないですか。だけどもうなんか何もかもがね、でも矛盾、なんか違和感違和感、
もうどうにもなんないですよね、もう本当こればっかしは、ソーシャルディスタンス1メーターって言ったって、あのね、なんかこう、スポーツの興行とか行ったら、一個飛ばしぐらいやけ、でも、なんかあった時は、ちゃんとソーシャルディスタンスしかこう、そういうのは守ってましたって、それで言えるんでしょうからね、その現場現場で違うのと、もうこれはもう、だから、はいはいって、やっぱね、もうその場その場、その時その時にもう臨機応変に、はいはいって、そうですねって、もう言うしかないですよね。ああ、もうこれは本当に。まあでも、何もう5月なんでね、去年は5月、6月から緊急事態宣言も解けて、少しずつ始まったんですよ。だから今年は、その流れがどんな感じの流れになるのかが、めっちゃ楽しみですね。これは、だからもう本当、なんかな、この地球がどういう成長をしていくのかをもう今見るのが、地球規模ですからね、起きてることが、地球規模でこれがどうやって成長していくんだろうっていうのを見るのが今楽しみ、毎日ね、うん、そんな感じです。はい、昨日はだから久々に少数精鋭神田塾でしたね、キックボクシングね、夜でも、やっぱりなんだかんだ言いながら最後の最後まで、最後の最後、一日の最後まで笑って終われたので、笑って過ごしたので、とても良かったと思います。本当に自分で自分をね、お利口さんって昨日も一日ようやったよってね、褒めてあげました。はい、素晴らしいです。でこれもこういう経験するのもやっぱコロナのおかげなんでね、ほんとコロナさん、いつもいつもね、俺の、なんかいろんなものをメンタルにしても、いろんなことをね成長させてくれてね、やっぱね神の使いやね、コロナってね、コロナさんってね。そんな感じで、はい、今日のひとりさんの言葉は、みんな元気ですか？体の具合の悪い時、完璧主義になっていませんか？ありがとうは足りていますか？もう一度頭に浮かんだ人に、ありがとう、ありがとう。体は60点で満点ということを知っていますか？100点満点が健康ではないんです。だとしたら健康な日なんて滅多にあるもんじゃありませんから、少しくらい具合が悪くても人に聞かれたら健康です、絶好調ですと、答えてください。すると体の方は慌てて、ああ絶好調なんだ、早く絶好調にしなくちゃと後からついてくるものです。60点で絶好調、嘘みたいだけど本当の話です、本当の話です。もう俺は本当、マイナス何パーセントの時でも、ね、まあマイナスはないか、生きてたらゼロですからね、生きてたら、ゼロでもう寝たきりだったりね、もう何も身動き取る、もう 5% ぐらいでも幸せって、はあ、もう朝目が覚めただけで幸せって、言ってましたからね、何パーセントでも絶好調ですよ、足びっこ引いてても絶好調ですよ、ね、足大丈夫ですか、いや足ついてるだけでもね、足がついてるだけでも絶好調ですって、もうねびっくり引きながらでも絶好調ですって、いや絶好調じゃないではないですか、いやいや昨日よりはちょっといいんですみたいなね、だいぶもう治ってるんですって、もうそんな感じですよいやもう本当キックボクシングでねミット持つんでね、もう肩肘はもうなんかもう本当これはね、実際職業病でもうボロボロなんですよ、もう肘ももう今グーが握れん、もう物こうやってね、こういう感じで持てない、こうは持てるんやけど、こうした時にこう握力がないから、握力が出ないからこう持てなかったり、もうこっちの肩は上がんないんですね。いいんですかっていうと、もう仕事なんでね、で絶好調なんですかっていうと絶好調なんですでもこうやってね、神計らいでね、ちょっと体休めなさいって
コロナのおかげでね、昨日は本当人が少なかったけ、そんなに今日ダメージがないですよ、体が。そうやって、常になんかね、神様って俺のためになんかこういろいろやってくれようよなって思うんですね。いや、これは本当に無理やりじゃなくて本当にそうやって思うんですよ。あ、今はちょっと体を休めろっていうことなんやなとか、うん、なんかいろいろこうなんか俺のためになんかいろんなことが起きてる、うん、それはよく感じるのでね。ひとりさん最高です。完璧主義、不完璧主義って最高ですよ。はい、そんな感じで、じゃあ昨日は何、うん、まあまあコロナのおかげでね、なんか一日昨日もやっぱ充実したような一日だったので、ちょっとサムネはどういう風になるか分からんけど、はい、昨日も充実した一日で、うん、昨日も笑顔、最後の最後までね、一日の最後まで笑顔で終われて、いえいえ噛むな、笑顔で終われてよかったね、はい、ほほはははほほははは、イエーイ、いいぞいいぞ、イエーイってね、こうやって笑顔で始まって笑顔で終わるんです。大丈夫でじゅかよ、大丈夫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 、なんとかなるでじゅかよ、なんとかなる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 、ついてるでじゅかよ、ついてる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 、よし、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。よっしゃ、じゃあ終わりましょう。ついてる笑顔で、プチッ。